サシエイリー新聞、イリュストラシオンで連載され、1908年に発刊された。密室トリックを扱った古典的作品として知られる。続編として、国威夫人の香りが存在する。ポプラ社のジュニア世界、ミステリーシリーズでは、密室の怪事件として1968年に発刊されている。スタンガーソン博士の邸宅にある、黄色い部屋で、 彼の霊場の悲鳴と銃声が聞こえた。駆けつけた一同がドアを壊し部屋の中に入ると、そこには血まみれの霊場の姿があった。犯人のいた痕跡は残っていたものの、姿はすでにない。部屋はほぼ密室状態にあったにもかかわらず、犯人はどうやって消えたのか。若き新聞記者ルールタビエはこの謎に挑む。ガストン・ルルーの原稿及び初版では、 ルールタビーユではなく、ボアタビーユだったが、その名前をペンネームとするジャーナリストからの講義で、ルールタビーユに変更した。なお、ルールタビーユはあだ名で、本名は、ジョゼフ・ジョゼファン。1978年に、主婦の友社より刊行された、友コミックス名作ミステリーの一冊として、石森プロ、山田五郎作画で、黄色い部屋として、コミックスが発売された。 ありがとうございます。